シーズンの半分を終え、チームはかなり堅実な印象です。ここまでの結果をどう見てますか？悪くないですよ。調子を上げていけばまだまだ上位も狙えそうです。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか？ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。車屋慎太郎、ここはインターセプト。しっかり予測していました。さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差ですから、姿勢に回らないように気をつけたいですね。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。相手のゴール前でパスを回します。うまくクリアしたい。ここまで出てしまって大丈夫でしょうか？森谷健太郎、斉藤学、車屋慎太郎、これは見事なインターセプト。小林、どうやらサイドをつけそうです。クロスは選手の頭を越えていきました。ここは中央の選手にクロス。ここは枠を捉えきれません。ボールはゴール前へ。このコーナーは手前でディフェンダーに当たってしまいました。クロスを中央に入れた。惜しい。クロスは結局合いませんでした。ここでシュート、チョン・ソンリョンがセーブ。ボールが中盤でカットされました。前半終了。後半は川崎フロンターレのキックオフで始まります。グランパスが攻めに出ます。打った、がっちりキャッチします。チャンスになる。クロスを上げたい。キーパーに渡りました。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。サイドから勝負に行くか。入れば同点となります。これで試合は振り出しに戻りました。いいシュートでしたね。こうなると相手も浮き足立ってきますから、さらにチャンスを作れそうです。もう一度見てみましょう。キーパーはボールに触っていますね。これは悔しい。小林優、いいボールを入れてきましたが、さあフレッシュな選手が入ります。これは見事なパスカットです。小林、いいカットです。ボールを奪いました。宮原和也、グランパスが PK をもぎ取りました。PK の判定、リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。
落ち着いてペナルティーキックを決めました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここはインターセプト。しっかり予測していました。危険な位置です。緊張感が増してきます。パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追イエネが披露。最後はキーパーの手の中へ。ここでホイッスル。名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。見事に勝利。最高の形で試合を終えています。これで降格圏から抜け出しましたか。大きな勝利となりましたね。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差ですから守勢に。クロスは選手の頭を越えていきました。ここは中央の選手にクロス。ここは枠を捉えきれません。サイドから勝負に行くか。入れば同点となります。これで試合は振り出しに戻りました。いいシュートでしたね。こうなると相手も浮き足立ってきますから、さらにチャンスを。落ち着いてペナルティーキックを決めました。